将たちの支えと励ましを受け、ついで諸葛亮は劉備に漢中制圧を進言する。劉備殿の聖望、そして漢中王から帝位へと昇った高祖劉邦の伝説、これらを漢中から発すれば天下の人心は蜀へと傾きましょう。諸葛亮、何か無理をしておらぬか。劉将殿を攻めたことといい、今高祖を引き合いに出すことといい、心のない者はお前こそが漢の逆臣だなどと言っておる。私はそれが悲しくてならん。私の風評、殿のそのお言葉で十分に報われました。乱世の道は清らかではありません。世のそしりは私が受け止めます。殿は王道を堂々とお進みください。高祖劉邦は漢中より立ったと。私もこの地を制し漢中王とならん。そうか、赤身は戦場全体を支配する任せてはおけ。
Let's go.